ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。ブラックフライデー始まりました。音楽制作に関するソフト、ハードが超お買い得価格で購入できる年に一度のビッグセール期間です。年々セールの開始が早まっている印象があって、もう何週間も前からブラックフライデーセールっていう風にやってるようなメーカーもあるんですけれども、本番はこれからです。今回の動画では DTM 初中級者の皆さんに向けて、欲しかったソフト、ハードの買い逃しがないように、僕が普段チェックしているサイトを紹介しながら、ブラックフライデーセールの情報の、上手なチェックの仕方についてお話ししていきたいと思います。動画で紹介したサイトの URL は説明欄に記載してますので、ぜひご活用ください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。まず一番にチェックしたいのが DAW ソフトのセール情報です。DTM 初中級者の皆さんの中には、現在無償で使えるソフトで音楽制作をしているという方や、定番ソフトの下位グレードのソフトを使って音楽制作をしているという方もいらっしゃると思います。DAW ソフトのセールっていうのは頻度もあまり高くないので、優勝版の購入やアップグレードを検討するなら今です。主要ソフトの中では現在、スタジオ1、エイブルトンライブ、持つデジタルパフォーマーあたりがセールを実施してます。その他にもセールを行っているソフトあるかもしれないので、まずは自分の気になっている、もしくは現在使用している DAW ソフトの名前と、あとはスペースセールみたいな感じで検索をしてみてください。続いてソフト音源やプラグインエフェクトのセール情報について、僕はまずプラグインブティークというサイトをチェックします。トップページからディールズというページにアクセスすると、現在セール中のソフトをすべて見ることができます。割引率もわかりやすく表示してくれるところが好きなポイントです。製品を購入すると期間限定のおまけソフトがもらえたり、次回のお買い物の時に使えるクーポンがもらえるのがプラグインブティークのいいところ。まあ、正直ダウンロードで購入できるソフトに関しては、どのサイト、どの代理店で購入しても、大体同じ値段っていうパターンがほとんどです。実はプラグインブティークとは今年からパートナーシップみたいなものをちょっと結んでおりまして、僕のチャンネルの製品レビューやプレゼント企画にいろいろとご協力をいただいております。皆さんお気に入りのサイトとかショップとかあるかもしれませんので、無理強いはしませんが、取り扱いのあるソフトに関してはプラグインブティークでお買い物していただけるとすごく嬉しいです。説明欄のリンク、そして初めて利用する方は右上の情報ボタンからアカウント作成などの解説動画っていうのを僕作ってますので、ぜひチェックしてみてください。プラグインブティークのサイトで現在購入できるソフトの中からおすすめを一つ二つ挙げるとするならば、アイゾトープの、プラグインと、ファブフィルターのプラグインです。どちらのメーカーも EQ、コンプ、リバーブなど、基本的な、音作りに関するプラグインっていうのを作ってるメーカーなんですけれども、まあソフト音源とかと比べると、外れがないというか、どちらも定番のメーカーで、みんなが使ってて、みんなが使いやすいって言ってる、そんなソフトなので、まあ気になっているという方は、このタイミングで購入するのはいいんじゃないかなと思います。で、当然プラグインブティークでは取り扱っていないソフトっていうのもたくさんあります。次に僕は日本の代理店、楽器店のサイトを回るようにしています。僕が普段チェックしているのはロックオンカンパニー、メディアインテグレーション、MI7 ジャパン、ソニックワイヤー、そしてオタイレコード、この辺ですね。これらの代理店では、ソフトだけでなくハードのセールっていうのも頻繁に行われています。ソフトのセールには、様々な購入ルートがある一方、ハードのセールっていうのは、代理店とか、楽器店独自のものっていうのが非常に多いので、特に、ハードのセール情報を注意してみるといいでしょう。ロックオンカンパニーでは、フォーカル、プロフェッショナルのヘッドホンが今ちょっと安くなってます。あとは、スペクトラソニックスの、4種の神器と言われる
めちゃくちゃ人気のソフトが 20% ポイント還元になってます。ただスペクトラソニックスの音源に関しては、お正月のセールとかの対象になることも結構あるので、まあ今すぐ欲しいっていう人以外は、焦って買う必要はないかなっていう感じです。続いて、メディアインテグレーションでは、ザオールというスタジオ家具の、メーカーの製品がいくつかセールになってます。このスピーカースタンドも、ザオールのスピーカースタンドで、メディアインテグレーションの、セールで購入しました。続いて MY7 Japan は、なんといってもスタジオ1、プリゾーナスの代理店というのが、まあ、一番大きなところで、スタジオ1ユーザーは、まあブックマークしておいて、間違いないでしょうっていう感じのサイトです。そして、ソニックワイヤー、これは初音ミクなど、Windows の、DTMer に、結構フレンドリーな、ソフトが多いかなっていう印象があります。僕の音楽制作のジャンルスタイルとはあんまり合わないソフトが多くて、まあソニックワイヤーはあんまりこう買い物する頻度っていうのは高くないんですけれども、まあ押さえておいて間違いないサイトではあると思います。最後に、おたいレコードは、ちょっと面白いんですけど、トラックメーカー DJ に向けた機材を取り揃えている、まあ、楽器店でして、他の DTM をターゲットにした代理店とか楽器店と比較して品揃えがすごく特徴的なんですね。他のサイトではやってないようなセット売りの割引みたいなのも結構やってるんで、ぜひチェックしてみてください。で、これらのサイトを回った後に、最後に念には念をっていう感じで、普段使っているお気に入りのソフトの、メーカーのサイトをチェックしていきます。稀に直接販売しか行っていないメーカーっていうのがあって、そういうメーカーは、まあ、あらかじめチェックしておいて、サイトをブックマークしておいて定期的に見るようにしましょう。いかがでしたでしょうか。ブラックフライデーのいい買い物の、手助けになれば嬉しいです。コメントで、皆さんのブラックフライデーの戦果、そして、普段こんなサイト見てるよなんていう情報ありましたらぜひ教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。